平成30年11月29日、阿蘇中岳火口が噴火して多数の死傷者が出たという想定で、阿蘇火山防災訓練が阿蘇山上一帯で行われました。この日はまず、噴火に見立てた爆竹が打ち上げられ、阿蘇山上の職員が市役所へ、火口が噴火して多数の死傷者が出た模様と一報を入れて始まりました。訓練は中岳第一火口が噴火して爆風や火山ガスで多数の負傷者が出て噴火警戒レベルが2へ引き上げられたという想定で、阿蘇火山防災会議協議会が実施したものです。この日は火山ガスの影響で火口広場ではなく山上広場で訓練を実施、救急車や消防車などが次々と駆けつけて負傷者をおよそ2キロ離れた阿蘇火山博物館前に設けられた救護テントまで搬送、日赤職員が応急処置を行いました。また死者が出たという想定から人形を使っての検視訓練も合わせて行われました。博物館内の現地指揮本部では市町村職員や関係団体が被害状況を収集、阿蘇市役所に設置した災害対策本部への伝達を行っていました。今年の訓練には37機関からおよそ250人が参加。これまで火口周辺の立ち入り規制が続き、本格的な訓練は5年ぶりとなりました。訓練の後、閉会式が行われ、阿蘇火山防災会議協議会会長の佐藤義興阿蘇市長が、今回の訓練で見えてきた課題を確認し、より安心安全な環境を作っていきたいと公表を行い、訓練を終了しました。安心をしっかり担保した施設というものを作りながら、皆さんにこの阿蘇の火口についての見学と、それから観光等については楽しんでいただくということで、さらに充実をした安全対策を講じていきたいと思っております。皆さん方が安心できるような、そんな地域にしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。